コスト島コスト島コスト島は、エーゲ海南東部、ドデカネス諸島にある、キリシャ領の島。島の大きさは、東西4 0トル南北8トルで、北緯36度51、東北27度14、に位置し、キリシャ本土よりトルコに近い。肥沃な平野と、不毛な高地を持つ島である。人口は、約3万500人。島には、 長い砂浜と大きなホテル、そして閑静な村があり、観光が主な産業である。島の住民の多くは農業に従事しており、小麦、トウモロコシに加えて、ブドウ、アーモンド、イチジク、オリーブ、トマトやレタスなどが栽培されている。港と島の人口の中心である町、コスは観光と文化の中心であり、多くのホテル、レストランや、 ナイトクラブなどの白い建物が立ち並んでいる。町の港の入り口には、ロドス島の西洋羽ネ騎士団によって1315年に建てられた要塞がある。医学の父ヒポクラテスは、このコスで紀元前460年頃生まれたと伝えられている。町の中央には、ヒポクラテスの木と呼ばれるプラタナスの巨木があり、この木の下でヒポクラテスが医学を教えたと言い伝えられている。 そのヒポクラテスを記念して、この町に国際ヒポクラテス祭壇の本拠地とヒポクラテス博物館が作られている。コス島は紀元前11世紀にドーリア人によってカレスに植民された。そして、その後デロス同盟の一員としてペルシャ人を二度退けた。コスの町は紀元前366年に作られ、すぐに後に東ローマ帝国となる。 ローマ帝国の一部となる。その後、島はベネツィア人によって征服され、ロードスの西洋ハネ騎士団に売却された。200年後、トルコの侵入の脅威に直面した、騎士団は島を去り、1912年にイタリアに占領されるまでの400年間、トルコがコスを支配することになった。第二次世界大戦では、島はドイツによって占領された。戦後、 イギリスの保護領となり、1947年にギリシャに譲渡された。ありがとうございます。